今回はちょっと橋上岳に遊びに来ましたということで、ちょっと橋上岳登っていきます。いやー、ここね、制限速度守って走ると3速だとちょっときついかな、2速だとちょっとうるさいかな、4速はありえねえなっていう感じだよね。いやでもね、トルクあるとね、3でも全然余裕ですよ。今3で走ってますから。あと電子スロットルノーマルですノーマルで走るんだったらさ、あれだよね、買わなくてよかったじゃんっていう話なんだけど、当時電子スロットルコントローラー出た時ね、ちょっとね気になってやっぱ買っちゃったよね。まあエコだとね、ちょっと本当に走んなくて危ねえなと。さすがに2速にしようか。ちょっとあれだよね、 SP モードとかに。あれだね、多分燃料濃く吹いてんだろうねっていうのが分かると、ついついアクセル踏めなくなる SP モードです。まあ、スロットルコントローラーが結局のところスロットルオーブ開いてるだけって話なんですけどね、レスポンスが上がるわけではないので、回路がね踏んだ量に対して多く開くっていう認識でいいと思うんで、ここって下りだったっけか、段差がね結構あるからね、あと対向車に気をつけないとね、こういうところはね。まあ、林道の出口だね。さっきのところの林道出口を逆走していけば公園に出るんだよね、確か。まあ、車では絶対に走りませんけどねクロスカーブで今度走ってみようかな、動画で。段差ひどいね、あそこ。まずもう2速にしちゃったよ、もうさすがに。おい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 、真ん中走ってていきなしよねえ、対向車線に膨らまないで遅れやすよ。まあ見えてたからよかったけどさ、相手見えてたのかな、どうなんだろうね。ほんとカーブミラーはちゃんと見て走りましょうね。よいしょしょしょっと。しかし上りはきついですね、やっぱ天候だと。これカーブだったら何速で上がってたっけかな、2速で走ってた気がするんだよね。うん、俺も2速。こういうとこだよね、こういう段差がさ結構ひどいとこなんで。これ傾斜何歩あるんだろうね。いや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 、すごいですこと。うん、二速に下げた。でもやっぱ3速どっちっつったらまあ絶対3だよね。これ2速だとちょっと回転上がりすぎるもんな。よし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 。この段差も結構きついぞ。おお、なんか軍祭っぽいコーナーだよね、ここ。
懐かしいです。はい、20年前ね、若かった頃はここね、ちょっとやんちゃしてた時あったけど、ほんとね、年取っておっさんになったよな。なんかやってるよ、草刈りかな、なんだろう、道路工事っすか、片側通行通過、片側しかないでしょ、ここ。工事は今のところで終わりかなっぽいね、今のところで終わりっぽいね。はい、ここの段差はね、はい、またあそこの段差ね。よっしゃ、やっぱ3で上りでブレーキかけると2に下げなきゃいけないね。ここだ、ここ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 、まっすぐ行けば林道です。車で行ったら地獄を見ます。握手は 100% 無理です。軽バスリフトアップでオフロードタイヤ履いてるけど、ちょっとね、枝が垂れ下がってて、あれですね、屋根に枝がぶつかりますね、 100% なので、行くなら徒歩かバイクにしましょう。やべ、ここ、はい、いやー、想像以上に道幅は使えませんね。まあでもこの速度でちんたら走ってて楽しいからね。なんかうわ、きたねえ、ここなんだ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 、あー、これただの水ならいいんだけど、泥水だよ。おいおいおい、うはぁ、あぁ、はい、あんまハンドル切ってタイヤ回したくねえけど、コーナーだから仕方ねえ。もう回転数が1500回転で走ってるからね、今ね。どんだけ回転低く走ってんねえよ、これ。ここまで来たらあれだね、クロスカブの動画で行ったことのある牧場か、牧場のところでちょっと撮影しようかな。車でも何を撮影するんだ、でも特段パーツを取り付けたわけでもなく、はい、対向車来ないね、よし、対向車来ないね、カーブミラーばっかね、絶対必須だからね、こういうの、はい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 、いや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 、車が汚れる、
車があんだよね。どこだったっけ、看板があった気がするんだよな。お、そろそろだな。ここからが徒歩で上がれるとこだから、ここがキャンプ場、そしてここだね、ここここここふれあい牧場、林道の出口でもあるよねここ。まあその林道はあのクロスカブで走った動画がアップしてありますので、よかったらそちらをどうぞと。